こんにちは、花山さん。割引券ですか、ラーメン屋の。そういえば出してるとこありますね。私の行ってるね、外食とかラーメン屋とかって割引券あるところないんですよね。だから割引券が出てそれをかさばるのが嫌だし、割引券を使うのもちょっとなっていう感じ、確かに私わかるんですよ。だからそもそもね、割引券を出すようなところに行かないですね。気がついたら選んで行ってないわけじゃないんですけども、なんか私が行くところは出てないです。まあ高級店でも出ないですし、まあそこそこの大衆店でも出ないかな。まあ田舎だからそういうのやってないんでしょうね、きっとね、私のいるところは。でラーメン屋の、まあ、割引券はまあともかく置いてですね、もし私がラーメン屋で割引券を出されたら私は使う方なんですよ。なぜかっていうと、お店のそのマネージャーか誰かが割引券っていうねことを導入して、これによってどのぐらいの効果が入れるかなっていうのを試してるはずなんで、あ、割引券もらったんだったら使いに行くみたいなサイクルを作ってね、その辺は協力してあげたいなと思う方なんですよね。で、私の決め台詞としてはね、割引券もらったらなんていうか、会見の時にこれ割引券また使ってくださいって言うじゃないですか。そしたらね、こっちとしたら、うわ、またここには行けんじゃないかって言うんですよね。そしたらお店の方は苦笑いして、また来てくださいって言ってね、いいなんかコミュニケーションが生まれるんで、割引をもらった私は必ずもう次の日にでも使いに行きますね。これはちょっとしたエピソードなんですけども、広島市に行った時に近くにね、牛角っていうお店があったんですよ。で、牛角に行くと、そこの店長さんが最後出てきてね、次回の割引券ですって言って、食べ放題飲み放題が3000円になるチケットをくれたんですよ。で、うわまたここには行けんじゃないかって言って苦笑いしたんで帰るじゃないですか。次の日また行ったんですよ。次の日こんにちはとか言って、これもらったんで使いに来ましたっつったら、もう来てくれたんですかみたいな感じで、それで食べ放題飲み放題やって、で帰ろうとしたらまたチケットくれるんですよ。次の日また行ったんですよって感じで4ヶ月通ったってことがありましたね。さすがに店長が変わってからチケットくれなくなったんですけども、4ヶ月毎日毎日ね、牛角に通って食いまくったみたいなね、ビール3杯ぐらい飲んで、焼肉をねしっかりといただいてみたいなね、まあ、そんな暮らしも送ってましたけども、まあ割引券くれるんだったら次の日に行きますね、私はね。今住んでる環境では割引券がありませんってことでございます。ただ割引券がもらえないんですけども、通うとですね、今私が行ってる花バサっていうラーメン屋があるんですけども、そこに行くと、まあまかないとかね、新しいメニュー作ろうと思ってるんで、こんなんどうかなって言って、まあちょっと作ったものをね、ちょっと食べさせてくれるんですよ。で、それが私なりの特別感であり、私も経営に参画してるのかなっていう気持ちでちょっと嬉しくなったりしますよね。そういったサービスの方が私向けかなと思いますんで、もっと言ったらね、まあ、私みたいなね、私が住んでるような田舎っていうのはそういう風にやってるんでしょうね、きっと。お客さんを身内に取り込んでいくとか、お客さんがね、おやじさんビールもらうよって勝手に冷蔵庫開けてビール出して、で自分で帳面つけたりとか、ここに置いとくよとか言ってね、お金をポンと置いて、お釣りいいからみたいな感じでパパッと帰っちゃうみたいなね、まさにね、ドラマの中に出てくる昭和の飲食店みたいな、そんな雰囲気が味わえる店が私好きなんだなというところでございますね。チェーン店だったらね、許されないですからね。レジっていうのは10円単位でプラスもマイナスもないように占めてると思いますから、お釣りいらないからとか言って帰っちゃうのは帰って迷惑で、お客さんお釣り釣りって走って追いかけてくるような感じになるんじゃないかなと思うんですよ。でも私としてはもうなんかね、850円ねって言われた時に1000円置いて、釣りはいらないと、あとお釣りは子供に飴玉でも買ってやってくれみたいなね、それが粋かなと思いますんでね釣りはいらねえよみたいなね、未だにそんなことやってるのは私ぐらいのもんでしょうけどそれから気に入ったお店には私は差し入れをするようにしてますよね。従業員さんの分までシュークリームとか缶コーヒーとかを買っていって、これ休憩の時にでも食べてくださいみたいな感じでね、まあそういった形でのやり取りの方が私は好きかなというところがあります。それから今の私だったら人を連れて行ったりとか、 YouTube で紹介したりとかね、 Google マップでアクセスポイントを作っていったりとか、そこに、口コミを載っけたりとかっていうのでね、ここ載っけといたからみたいな感じで貢献できるところもあるかなと。やっぱそういうのするとね、喜んでくれて、いやー私たちはこういうの全然ダメだからね、ありがとうねみたいな感じ で閲覧数とか出るわけですよ。閲覧数がね、やっぱり3000とか5000とか出ますんでねまた今の私の力だったらね、だから確かにその店っていうのは忙しくなるんですよ。ただね、田舎の店なんで、いやあんまりお客さん来てもこなせないからさって、もういいよって言われちゃうのがね、面白いですけどね、結構ね、はい。で、私が好きなのは、一番好きなサービスっていうのは、そのラーメン屋だったらね、花房っていうところをまた話題に出しますけども、電話をかけるんですよ。
で、1週間後の何曜日にちょっとまとめて注文お願いしたいんでいいですかって、いいよーってかね、本当は持ち帰りやってないんですよ、持ち帰りやってないんですけども、あの餃子10人前とかお願いできますって感じで、いや餃子10人前だと仕入れとかの関係あるからね、急に言われたら困るよって言うんで、だから来週って言ったんですよって言ったら、あ、そうかみたいな感じで、ちゃんと仕入れのことも考えてオーダーしてますよって。で、事前に折り詰め持ってってね、重箱持ってってこれに入れてくださいみたいな感じでね、そうすると作る方も困らないし、関係がますます良くなるかなと。で、注文した時に当然ですよ、前払いでお金を置いておくみたいな感じでね、で当日安心して取りに行けるかなってところがあるんですよ。まあそういう風にね、私としてはお店の人がどうやったら一番助かるかなとかね、あと私のことをね、どうやったら覚えててくれるかなみたいな感じでお店との関係作っていきますかね。まあそういうことをしてますんで、まあ地域活動っていうのはすごく豊かになってきますしね、なんかこうチャーハンとか作ってくれて、あのこれ今日は食べてみたいな感じで持たせてくれたりとかね、あるんですよね。なんかそういうなんか商売をやってる人と自分との関係を作りに行くって感じですかね。その工程として注文をしたりとか食事をいただいたりとか批評したりとかね、そういうのがあるのかなと思いますんで、単なる満腹になるために行くとかね、単なる何かを味わいに行くっていうんじゃなくて、やっぱりね、人とのつながりを作りに行くっていう感覚はあるかなと思います。もちろんお金に余裕がない頃っていうのはただ安いところでたくさん食べればいいみたいな感じだったんですけども、だから基本的にはね、あのどんな町に住んでいても誰と関わるかによって自分の人格なり人生っていうのは投影されますんでね、全てのことが自分の人生の、部分に一部分になるのかなと思えば、粗末にはできればしたくないなと思うのがね、私の気持ちですかね。まあ花屋玲馬さんがね、ラーメン屋の割引に使わない理由、非常によくわかりますけどね、それもすごい、あのいい素敵なことじゃないですかね。あと飲食店使い終わった後きちんと整理して帰ってあげるとかね、そういう人ばかりお客さんにいるとお店っていうのを反映すると思いますし、あの雰囲気のいい店だなってことで、新しく来た人もいついてくれると思うんですよ、やっぱりね、常連があぐらを組んでわがままやってるところが見えたりとか、常連と店主がなあなあでやってるところに新規さんが来たりね、それ飲食店であろうともどんなサービスであろうとも、あ、ここは自分のいるところじゃないなって思っちゃいますからね、まあ、それはね、私麻雀店やってる時でも、それから飲食店やってる時でも感じたことなんですよ。こういうふうなお客さんが呼べたらいいな、こういうふうなお客さんによって自分のお店が守られたらいいなと思うのを、私は店のオーナーとしての演出でそういう人たちを集めることはできなかったんですけども、自分が顧客の立場でね、お店と接する時っていうのは、このお店が一番喜びそうな客を演じるっていうところに、まあ自分のね、プライオリティを置いてるかなってことですよね。はい、まあラーメン屋の割引が使わない理由ね、グッドじゃないですか。まあ、私の使ってるラーメン屋花房は割引券がそもそも出ないというね、そこが私の好きなところなんですけどね。それでは、いってらっしゃい。